シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は今週のドラマについて語ってまいりたいと思います。では早速水曜日、パリピ孔明。水曜日木曜日からです。あ、またやらかしてしまった。水曜日でパリピ孔明の1話目を喋ればいいの。木曜日喋ったの。名の名、はい、名の名でした。パリピ孔明喋りたくて見たばっかりですね。あ、第1話見たんだ。見ました。いや、話しとけば第1話見たの。いや、いいですね。いいの。第2話と一緒に喋る。はい、はい。今週のメインのメインは第4話でした。はい、みーちゃんがこのおじさんのオズのために秘密で婚活パーティーに応募して、あ、おじさんに秘密で応募すんのか。秘密が応募して解いたよみたいな感じで。あ、ご覧になりました。見た見た、うん、で初めて見てみた。なんか AI が開催する婚活パーティーみたいな感じのにおずさんが参加するっていう回でしたね。うん、どうでした。いや、大沢かなちゃんやっぱ可愛かった。可愛いですよね、うん、なんか独特だよね。そうなんですよ、なんかセリフの言う感じとかが、うん、だから本当なんか危ない人をみんなで囲んでるように見えるけどね、やっぱりね。存在感が、存在感っていうか存在が人と違うっていう感じ。そうすると、うん、こうキャスティング的にはどうですか。だから送り手が どのぐらい彼女に言うこと聞いてもらってるのかよく分かんないんで、でもすごいやっぱ独自な魅力はあるよね、うん、可愛いし、見かけ、はい、決してその美人ってわけじゃないんだけど、チャーミングだし、ユニークだし、もうなんか唯一無二のなんかオーラがあるよね。なんかやっぱり映画の方が向いてるかなっていう気がするけど、逆に深夜のドラマには向いてるかも。なるほど、うん。でまたなんかちょっとやっぱり本郷奏多君とは合うような気がする。いいですよね。なんか本郷君もちょっとエキセントリックな感じがするんで、なんつうんだろう、掛け算みたいな感じになっていて、大沢かなの唯一無二と本郷奏多のエキセントリックがうまく掛け合わさっていて、非常にその深夜ドラマ見てもちょっとなんかドキドキハラハラするよね、見てると。そうなんです、独特の空気感があって、うん、これしかもなんか真飛聖さんとかさ、キャストがなんか結構そこそこ豪華で、竹原ピストルさんとなかなか面白いよね。あと橋本、これ純じゃないんだよね、淳だっけ、淳さん、彼もなかなかいいし、大阪なちゃん見るだけで、うん、最後なんか誰か出てきてね、誰だっけ最後、うん、あれは竹原ピストルか、うん、新しい人ではなかったですかね、うん、そうだね、竹原ピストルが最後彼女と出会うんだよな、大阪なちゃんと。何してんの、ホタル見てるのそれで本郷奏多が探しに行ってすれ違っちゃう。どこ行ってたんだよ、ホタル見てたのみたいな感じで、心配するじゃないか、どっか行ったらあれながらこうおかしかった。そう、うん、2人がすごいいいですね、うん、やっぱり、うん、なかなかいい掛け算だと思いました、はい。まあ、大沢かなちゃんやっぱりかなり独自固有ですよね、うん、どういうふうに育つのか、なんかこう旗で見ていたい、うん、あまり触れ合わずに映画でまた見たいなってちょっと、ね、映画で見たいね、なんかやっぱユニークな役をやってほしい。まあでもね、プロデューサーとかキャスティングディレクターを気にしてる。いや、監督が使いたがるんじゃない、どっちかっていうと。いい、ね、あんまプロデューサーが使いたがるタイプじゃなくて、監督が使いたがるタイプだ、うん、だから沖田監督とかもしかしたら使いたがるかもしれないよね。早くまた出てほしいですね、うん、はい。じゃあ、結婚予定日、はい、最終回です。これ最終回なんだ。はい、先週松田元太君はその海外研修に2年間行かないかみたいな、君の夢だったでしょって感じでお話をもらってたんですけど、まあ今もう彼女にメロメロなのでどうしようって言わずに悩んでるんですよね。で、なんで連れていく選択肢はないの。連れていく選択肢はないですね。ないの、うん、あんたが決めたみたいじゃん私がそうなんだ。で、まあなんか小原さくらこちゃんも上司から人伝いに聞いちゃうんですよね、うんうんうん、で、なんで言ってくれなかったのみたいな感じで、二人の未来でしょ、あ、まあ結婚予定日があるからそれを守りたいみたいな感じですね、うん、なるほど。で、もう行かないって決めたからみたいな感じで、また元太君が言って、大原さくらこちゃんが
もう予定日の約束なんていらないからって言って、その自分が30歳までに結婚したいなんて言ってたのがバカだったわみたいな感じで、2人の未来の方が大事だからぜひ行ってくださいっていう感じで。でも一緒に行かないんだ。一緒に行かないんですよ。で彼は行くんですよね。行くんだ、うん、一人で。一人で行って、なんかその間のリモートでこう話して誕生日をお祝いしたりとかいう様子とかが描かれで、予定、結婚の予定日にサプライズで一時帰国してくれて、こう後ろからバーンみたいな、バックハグで、そこで婚約というか結婚席を入れるんですよっていう、まあハッピーエンドでした。なんでそれ一緒に行く選択がないの？まあ大原さくら子ちゃんは仕事があるので、まあ2年なんでね、待てると。2年っつって、でも2年で帰ってくる人はいないよね。でも、一応これは2年決まってる。これは本当に2年なんだ。企業の2年って5年とかだったりするから、うん、まあね、伸びちゃうこと多いですよね、うん、まあそんな感じでハッピーエンドでした。戻すって言って一生戻さないっていうのもあるしね。いや、ずっとあっちですか、うん、ひどいね。いや、渡り歩かせる、あ、外国を、はい、はい、はい。じゃあ次、金曜日、うん、癒しのお隣さんには秘密がある。これ見逃しちゃったんだよね。あ、そうなんですね。これ私の一番最悪な友達見たかったから、うんうんうん、あ、 NHK だからさ、あれ登録しないと見られないじゃん、うんうん、それが嫌なんでそっち見て、これは TVer で見ようと思ってまだ達成できてない。先週この西名さんが、うん、森永くん演じる上村に刺され、刺された。あ、そうです、そうです。森永くんがそのストーカーチックにまた藤子さんに、うんうん、あの近寄ってきたんで、西名さんはそれを守ったんですよね、うん、最後で刺されちゃって、うん、まあ、病院に運ばれますよね、うん、で、藤子さんはどうしようどうしようって言って病院に会いに行くんですね、うん、でもそしたらもう退院しちゃっていなくなっちゃってるんですよ、うん、で、なんか電話をして呼び出すんですよね、うん、で、西名さんどうしようってなるんだけど、まあ、最後会うことにして、うん、会って、で、藤子さんも結局西名さんは私を守ってくれた人って感じで、なんか変だと思うけど私好きですみたいに言うんですよね。だけど西名さんは自分がそのストーカーとして苦しめたっていうあれがあるんで、自分は変わりたいからって言って、うん、まあ、海外転勤、これも海外なんです、海外転勤の話が最近海外ばっかりだね。もともとあったんで行くつもりだったし、うんうん、もうそれも言われても僕は変わりたいから自分がって感じで行くんですよね、うん、海外に、うん、で、この矢吹奈子ちゃん演じる田辺が坂本、うん、武田浩平さん演じる坂本のことが好きで、ちょっとここもいろいろあったんですけど、うん、1年後みたいな感じで、うん、この2人が結婚するんですよ、うん、で、よかったねみたいな感じになって、その1年後に西名さんが藤子のアパートを訪ねるってところで終わりました。そこで終わりなんです。海外から戻ってきて、まあ、一時帰国じゃないです。もう見なくてもいいな。ハッピーエンドです、こちらも。ハッピーエンドなんだ。というか、まあ、くっつきましたね。そうなるのか。でした。はい、なるほど。じゃあ土曜日、ハレーションラップ。最終回だね。最終回1時間延長。はい。なんか拡大。あまりハマらないまま最終回までは最終回作品だったので、なんかふーんって感じだったんですけど、なんかまあこの15年前に火事が起きてっていう事件をずっと誰が犯人なんだとか、いろいろ事件が起きてるのは誰のせいなんだって言って、この真島さん、真島ひろりかずさんが怪しいっていう感じでずっと描かれてたんですけど、まあオチの黒幕はこの井塚健太さん演じる飯塚健太さん、飯塚健太彼がだったんですよ。え、何年前の事件？15年前。あ、彼が20歳だった時の事件。そうですね。うん、で、そうなんですよ。で、実はなんかそれもちょっと証拠っぽいものがあったんですけど、このお父さんが彼がやっと警察官になったからって感じでまた隠しちゃってた実はみたいな過去があり、まあなんかいきなりだからちょっとまたサイコパスみたいな目に豹変するっていう感じの展開だったんですけど、で彼は高橋ひかるちゃんのことが好きで、ちょっとストーカーチックだった実はみたいな感じで、なんかそれでこの真島さんだったり一ノ瀬くんにいろいろなんか嫌がらせっぽいことをして、最後は2人をこう監禁して全部真島さんのせいにして殺しちゃおうみたいに思ってたんですけど、まあ捕まっちゃったんですよ。なんかでもそうなんですよ。なんかどうなんだろうこのドラマって思ってちょっとレビューをいろいろ見てたんですけど、なんかやっぱりいまいちハマってない人が多めでしたね、感想は。
なんか柳俊太郎とか吉村海人を周りに置いて目くらまししてたんだね。そうです、そうです。で、実は伊塚圭太。そうです。その二人を脅してたみたいなのも彼だった。なるほど。うん、じゃあ、ギフテッド。なんか前の番組が伸びて、なんかスポーツ、うん、で、始まんなかったから見られなかった。じゃあ、パスですね。まあ、あれで見ようかなと思ってるけどね、TVerで。じゃあ日曜日、あれってなんか時間変えられるとさ、でもスポーツイベント多いっすよね。そうなのよ、うん、しかもさ、卓球、ラグビー、5分10分伸びるんならいいけど、うん、もう1時間以上伸びるともう見られないよね、なかなか。あれ、録画してる人はどうなるの？今は機械によるんですけど、タイムシフトするマシンもありますよね、うん、そうなんだ。すごいやっぱ便利ですよ。便利だね、うん。じゃあ次、日曜日、どうする家康。うん、なんかまた寝てて頭見逃しちゃったんだけど、また例によってあれだよね、秀吉の暴挙で、そういう風な感じにしてるよね。もう頭は朝鮮の方に行ってますからね。うん、っていうか、うん、ほら、家康を遠ざけたいみたいなのもあるんでしょ。それもありますね。だからこれ歴史的には北条攻めろみたいな。そうで、北条攻めたら全部領土あげるからっつって、でそんな三河を取り上げちゃってね、うん、で、江戸でしょ、うん、そうです。天保だよね、だから。そうです。なんかこれも歴史的解釈がいろいろあるみたいで、放映の後になんか歴史学者の人とかがインターネットに上げたりして面白かったね、うん、やっぱり異論反論があるわけ。まあ異論反論はあるみたいだよね、いっぱいね。だから三河家臣団が解体して、そのね、北条の領地を全部振り分けてましたからね、うん。で、まあ例によってあれだよね、秀長と鶴松が同じ年に死んで、うん、はい、この2年後かなんかだっけ、大間どころが亡くなって、で、秀吉はなんか朝鮮近くにいたの帰ってくるみたいな話じゃない？この辺りがあれだよね、秀吉がもう完全に土地狂って、うん、しかもまあ世に言うあれだよね、秀吉の子じゃない秀頼が生まれるっていうね、あれは秀吉の子じゃないって言われてるよね。説としてはそれがいい。説としては割と言われてるよね、うん、秀吉も業が深いですね、うん。種がなかったのかもしれないよね、秀吉には。どうなんでしょうね。で、家康がね、その家臣団にさ、三河家臣団に領地を振り分けてって、うん、で、あれだよね、終わった後の解説も、うん、ちょうどなんだっけ、この、大久保忠世がね、はいはい、なんだっけ、はいはい、転封された、あそこなんていう、何城だっけ。例によって、松重さんの、うん、大久保忠世は何とかで何とかの何とか城、小田原城じゃなかったっけ。小田原城か、小田原城を、あれ、なんだっけ、治めたみたいな話になるじゃない、うん。まあ、いよいよもうあれだね、秀吉ももうすぐ死ぬから、うん、またなんだっけ、関ヶ原になって、ね、いよいよね。で、最後は家康がなんだっけ、この奥さんの瀬名、お前の夢は俺が果たしたっつって終わりになるっていうね、天下大変したと、うんうん。まあね、もう小沢脚本としてはそれをやろうと、もう途中からテーマはもう明らかだよね、うん、ということで、うん、はい、じゃあ次、何曜日に生まれたの、うん、谷口さんこれ見てないんでしたっけ。1回だけ見たけど、まあ馴染みそうもないから、うん、続けて見てません、うんうん、でもまあまあ見られます。今朝も見てんだよね、はい。これ、まあ、今週もね、ちょっと実は、うん、そうだったんだってのがあって、最初の方で水と純平が、うん、バイク事故を起こすじゃないですか、うんうんうん、その後に、うん、通りがかった車に助けられるんですけど、うんうん、それが実は雲の遊園だったんです。そうなんだ、うん、まあ、そういうあれがあった、ね、それをね、やっと思い出したんですよ、水をね、うん、で、実はだから雲にずっと、うん、こう見守られてたんだっていうのを気づくんですよね、うんうん、なるほど、うん、だけどほら、妹が曇り人じゃないですか、妹も、うんうん、で、彼女はまだダメなんだ。水はやっぱり自分が曇り人だったら助けたいっていうのがどうしても強くて、うん、編集長に無理くり言って病院に、うん、入院してるとこに行っちゃうんですよ、ね、白石聖に会いに行く、うん、そうです、うん、そしたらやっぱり聖ちゃんはなかなか受け入れられない、ね、それはそうでしょうね。結構強引に言ってましたよ、なんかちょっとヒヤヒヤしてました、私。そうそうドラマなのにヒヤヒヤ、うん、T さんをヒヤヒヤさせるぐらい強引に言っちゃって、それでそうするともう出版社変えるとかって言われちゃうかなと
帰ってきた時に怒ってね、うん、だけど一応あれ編集長の子供だっけ、どれですか、あの出版社帰らないでくださいとか言って、あ、うん、でまあクモもちょっとその瞬間怒ったけど受け入れてくれて、うん、なるほど、うん、それで黒目のお父さんが、うん、あのまあ許してくれたことと、うん、サイン会をぜひやってくださいって前から言ってたけど、やっぱね囚人監視のところ出たくないって言ってたけど、今回じゃあやってみるかってやるんですよ、うん、そしたら最後刺されちゃった。またか、誰に刺されるの今度あれでもウィークしてるから分かんないね。だから俺最初さ、あの妹かと思ったんだけど、よく見たらね、ほくろがなかったように見えて、なんかあれファンって書いてます、ね、うん、だからせいちゃんの妹じゃない、ただのファンじゃない、ただのファンだけど、ね、あのオレンジのウィークして上がった、ね、一瞬妹かと思ったんだけど、よく見たら違うんじゃないかと思うんだけどね、うん、だからそうそう、うん、山之内すずさん、あ、やっぱそう、山之内すずなんだ、うん、刺しちゃった、なんか、なんでしょうね、あの人ただのファンなんですかね、なんかスクール革命の生徒つながりだね、うん、だからまあ最後どうなったんでしょうね、うん、山之内すずも最近ドラマよく出るね、うん、これハッピーエンドなのかな、クモンとスイがどう、うん、なってほしいですけど、どうなんでしょうねなんかひとときの出会いだったみたいな予告的にはしてるけど、まあ、野島さんはどうしたいか、うんうんうん、これはもうあと2回ぐらい、いや来週最終回、来週最終回、うんうん、はい、じゃあ次月曜日何もないのかな、今これは日曜の深夜では、あ、失礼しました、ほらセックスちゃん、高学歴ちゃんです、高学歴ちゃん、うん、おっぱいの大きい高学歴ちゃんだ、高学歴ちゃんはあ、腰が綺麗な、お尻が綺麗な、スタイルがいい、うん、いや、まあ、いや、それ秋山優月さんの東大卒の宮田孝子は、あの山下浩平君の MIT 出身だっていう佐々木に騙されちゃって、うん、MIT でも何でもなく、あ、 MIT じゃなかった、なかった、でそれを、うん、あの大久保さくら子ちゃんのこの吉村真子が、うん、あの友達がなんかそういうのに騙されてましたよとか言って、また嫌なこと言う、高卒のくせにみたいな、派遣のくせにとかって言ってたのにそれが合ってたんですね、うん、でなんか彼は、あの彼女は特定の真子って言われてて、特定の真子、こう携帯をこうやりながら佐々木のことをとあの突き止めるんだ、そうそうそう、すごいね、ここでえ、ここの SNS 開けていろんなのをこう、すごい、でこの後ろに映ってるあれがなんとかだからなんとかみたいなことやるわけ、そう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 、すごいじゃない、そうそうそう、 SNS 探偵だ、そうそうそう、それで怖いね、ほらもう連絡つかなかった佐々木が、あのなんかパーティーしてる場所を突き止めちゃって、すごいね、それであの宮田、秋山ゆずきちゃんの宮田孝子に UberEats の真似させて、あ、届けさせるんだ、そうそう、なんかその前に、うん、あの真子と、うん、その柏木のりえふみ、うん、で2人でこんにちはかなんか言って、うん、パーティーに参加する、そうそう、誘われたり来ました、宮田孝子がやってくるわけ、 UberEats、面白いね、面白い面白い、うん、でそこにそれでどうなの、それ なぜか横に小牧根君もあの詐欺一味でいて、うん、で特定してこれが証拠だみたいにしたら佐々木壮介がごめんなさい200万投資しちゃって、あ、返してもらえる、返してもらえたみたい、それであのこの勉強会サークルの人たちのお金も取り戻してみんなから感謝されて、ヒーローになるわけだ、ヒロインか、そうでそこの、まあ、ちょっと同じチームだったのが、うんうん、狐の淡路さんだった、あ、だから俺先週どっかで見たことあんなと思ったら、やっぱりあのパパパパーンとかってやる、うん、なるほど、キツネの知ってる知ってる、彼も出るもんね、結構ドラマとかね、そう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 、映画にも出てたかな、で来週から不倫ちゃん始まるんですけど、うん、この高学歴ちゃんと淡路が仲良くなるかどうかみたいになって、うん、で田村健太郎くんがあの不倫ちゃんと付き合うんだけど、うん、でももう予告だけ見てると、うん、あの付き合った後に実は妻子持ちだったってバレんじゃないの風な予告編になってた、なるほど、ね、うん、いかにも田村健太郎やりそうなんだっていう感じで、ほつれずれ驚愕メインだった田村健太郎さんが来週出ます、うん。
意外に楽しく見ちゃってる。そうですね、楽しそう。これは何、どこでやってんだっけ。これはだから ABC テレビ系列だから、うん、TVer でしか見られないんですよ。あ、それは見ないかな、うん、はい、じゃあ次で月曜日が何もないんだっけ、うん、はい、で火曜日、うん、オークが始まってるの見逃してました。知らないもんね。だ先週のほら10月スタートのテレビドラマでも俺 BS スタートばっかり思って何にも触れなくて、うん、裏切り者とかって言われてたじゃん。裏切り者です、見てたのにってね。ご容赦いただき、佐藤さんが一言も触れられなかったオークシーズン2がとかね、コメントでいろいろバッシングされてました、はい、失礼しました。でもこれは佐藤さんが悪いと思います。だってこの佐藤さんが自分で調べればこういうことにはならなかったのに。このリストを鵜呑みにしたのがこれどこのだっけ。それどか、でもそっちは載ってないんですよ、多分もうテレビガイドとかなんで。あ、どか違うか、テレビブロスだっけ、だテレビなんだ、なんかいろんなのを集めてます、なんか情報が少ないので。すいませんでした。ということで私は見ましたよ、オークシーズン2。こう誰がやったんですか。え、今回は松、なんだっけ、松なおさん、違う、なんだっけ、松下なおさんが田沼意次で、うん、で、なんかネット上で一番評判が良かったのは平賀源内を演じた鈴木杏で、うん、鈴木杏の平賀源内が素晴らしいってことで、鈴木杏が平賀源内やってんだ、うん、あと、だからあれだよね、そのあっちのどうする家康でウィリアム・アダムズ・アンジンをやる村雨辰政だったかな、彼が、その平賀源内が博多じゃねえよ、出島まで行ってリクルートしてくる蘭語の通訳で通じで、しかも、蘭学を学んだ医者でもある、青沼吾作、まあ村雨さんイケメンだから、村雨さんはもともと何人もんだか知ってますか。あれでしょ、植木職人でしょ。そうそう、庭師ね。庭師か、うん、知ってる知ってる。だけどやっぱりイケメンだし、日本語ペラペラな外国人なんで、クイズとかバラエティとかいっぱい出て、その庭師としての修行はどうなんですか。いや、庭師もやってんじゃないの。それだね、しかもあれでしょ、外国人をやる役者が少ないから、例えばあのなんだっけ、ワイジャパニーズっていう、はいはい、彼なんだっけ、あのサンドイッチマンじゃなくて、なんでサンドイッチマン。彼もだからパンミ、厚切りジェイソン、厚切りジェイソン、食パンじゃなくて厚切りジェイソンさんとか、こう村雨さんとか、うん、いろいろこうドラマにもね、あの担ぎ出されて、まあ出るわけだよね。でも彼演技もなかなかだったよ今回ね。それでなんだっけ、あ、多分だからその松下奈緒さんに対抗するのが、ちょっともう一回見せて、それなんだっけ、42歳のほら足立由美が多分敵対する、うん、それで今の、将軍家春だっけ、高田花穂さんがやってる家春が最後にわざわざそのなんだっけ、青沼に会いに来て、それで御台様、御台様は誰がやってんだっけな、御台様がその青沼の、なんか塾に御台様も参加するってことになって、うん、でなんだっけ、青沼の今の上司があれだよね、あのなんだっけ、有名な脚本家、あなたが見てた大河ドラマ、ああ、うん、はいはいはいなんで二人ともじじいってやだね、本当に鎌倉殿の、うん、あれ脚本家なんすだっけ、だあの三谷組のさ、なんだっけあの人、三谷組の役者が今上司やっぱいるからね、ああ三谷組の芝居とか出てた人ね、あれでも田沼意次じゃねえや、平賀源内も男女逆転ってことだったんですね、うん、もちろん、だって田沼意次だって男女逆転、あ、まあそうです、うん、歴史上の人物全部男女逆転なのかな。いや基本的にだから男は女で女が男なんでしょ、だからほら、まあまあそうですよね、うん、殿様が女性で御台様が男じゃない、うん、いやでも面白かったよなかなか、うん、やっぱり、まあまあ、鈴木杏の平賀源内はなんかはつらつとしてて非常にチャーミングで、あ、なるほど、あの平賀源内って僕らのイメージだと山口隆さん、そうですよね、天下御免じゃない、あれ面白かったよね、面白かったね、大好きでした大好きでした、
だあのやっぱイメージがあるわけだけど、うん、今回の鈴木庵も非常にはつらつとして武家を捨てた、娘という、うん、妹弟が赤面疱瘡にかかって死んじゃったっていうね、うん、設定で、それで赤面疱瘡退治に一役買おうっていうんでね、その田沼意次に、うん、お前はちょっと出島に行って、うん、あの通じで、あの大奥でオランダ語を教えるやつを探してきなさいって言って行くんだよね。そうするとその青沼、後に青沼となる吾作に出会って彼を江戸まで連れてくるわけだよねっていう第1話でした。まあ一応あのドラマが始まると第11話ってことになってましたけどね、うん、つまりシーズン2だけどもう第11話っていうことですね、うん、じゃあ次日常の絶景、もうこれ第3話にして最終回、うんうん、3回しかやんないですね。3回しかやんないんだよ、これつまんないね、結構面白かった、うん、しかも加藤くん全然出ないしちょびっとですか、いやほんのちょっとね今回は、うん、ダムでしたね。でもあれ日常じゃないよね、ルミ、いやその辺にはない風景じゃん。いやでもあの近くの人には日常じゃん。だけど伊藤真理子ちゃんもちょっと言ってたね、うん、日常じゃないけどねみたいな、うん、そう遠いしねみたいな。え、相田さんは車免許とかお持ちですか。はい、持ってないわ。あ、じゃあちょっと大変かもみたいな。会話がいいですよね。雨降ってくるしね。石山レンゲがね、普段あんまりドラマとかで見てなかったから非常に新鮮でよかったよ。伊島くんもよかったしね、うん、なんか仮面ライダーごっこやってましたね。仮面ライダーごっこやってたね、あそこで撮ったからでしょ、うん、聖地巡礼ダム、ダムでね。でも仮面ライダーって言わなかったね。ああ、うん、やっぱ配慮したんですよね。いやそんなことないんだよ、テレ東だから言うと思うしね。テレ東、これテレ東じゃん。あ、これテレ東なの、うん、じゃあ言ってもいいの、うん、テレ東だったらテレビ朝日っつっても全然別に問題ないと思うんだけど、まあ、伊藤真理香可愛いしね、うん、伊藤真理香はね、まなみ 100% でも素晴らしかったけど、うん、これまた良かったよね、うん、なかなか伊藤、これ3回で終わるのなんかつまんないね。そうなんですよね、もったいないよね。やっぱり絶景を見つけられないのかな。いやいや、そんなことないでしょ、だって原作があるんだよ。いや、そっか、うん、だからそんなことはないと思う。なんで3回だったの。つまんないよね。間にちょっとやってみたぐらいの感じですね。間にやってみたみたいな感じだよね。まあ2、シーズン2やってくれるとこれ評判が良ければ2やるとかなんですかね。いやでも3回はないでしょ、いくらなんでも、ね、うん、せめて7回とかやるでしょ。でもまあね、キャストも良かったし、はい、なかなか面白かったです。君には届かない、うん、見た、初めて見た。第2話にして初めて見ました。俺も10秒ぐらい見たけど、これはもうお任せしようって。このなんだっけ、相手役のかけるくんが可愛かったね。可愛いですよね、うん、なんか結構この主演2人が素敵なんですよ、うん、このかけるが良かった、うん、やっぱりなんか前田健太郎くんの演技はまだ硬いね、うん、ちょっと硬いかなと思った。いくらなんでもあのこの役の設定として、うん、あまり不思議はない演技をしてるんだけど、ちょっとやっぱ硬いかな、うん。でもかけるくんはなかなか良かったね。これ超特急の人なんだね、柏木優くん。この子可愛いね。これじゃあ、かわいい。竹内さんの理想に書き加えられましたか。まだ、だって映画に出ないもん。ああ、そうか。映画に出てからだね。ドラマはダメなんだ。いや、ドラマだけはダメ、うん、田中伊藤くんもなかなか良かったけど、うん、ちょっとやっぱ年上に見えるよね、田中伊藤くん、うん、なんかこの幼馴染の2人が、うん、こう仲良くなっていく感じが自然というか、うん、なんか見てて、うん、受け入れやすいというか。結構妹ちゃんが頑張ってたね、こんな彩香ちゃん、なかなか良かったね、大原美子で。これ結構面白いなって、うん、板倉さんどうですか。板倉さんも悪くなかったよ。あ、そう、うん、あんま出ないし、うんうん、あとにかく、あ、かげるくんは可愛いなと思った、うん、魅力的ですよ、ね、うん、なかなかいいと思う、うん、あれ、お姉さん見てんだよね。見てます。どうだったんですか、今回第2話は。なんかこのかけるくんがちょっとこのヤマトを、うん、意識し始めて、そう、意識し始めて、でもなんかそういう好きなのかわかんないけど、とにかく親友ではいてほしいみたいな気持ちをこうなんか不器用にぶつけてるところが可愛いです。可愛、うん、かったね、かけるくん、すごく楽しく見てますこれ、うん、はい、じゃあ水曜日ですか。いやいや、だから灰色の俺たち始まったの11日からじゃない。灰色のあんたちはもうあれだよ、8月からやってるから。あ、そうなの、ね、うん、もう終わるから、そろそろ。あ、ないの、灰色の女たち。灰色の女たちは、だからあれだよね、あの交通事故で記憶喪失になった男に、私が彼女よっていう女がいて、でも実はその
私が彼女よっていう女がストーカーだったんだよね。で今回は自分がその何、おとりになってそのひき逃げをした犯人を捕まえるっていうそういう回でしたね。これずっと続いてるんですか、うん、話も、うん、第5話ですね。だからもともとその桜井玲香さん演じる、うん、なんだっけツタコ、うん、ツタコはそのこの中井圭介さん演じる、うん、なんて書いてあるんですか、これ草冠に助でなんて読むんですか、えツタじゃないの、あこれか、うん、これなんて読むんだ、イーさんっていうの、上はイーさん、これなんて読むんだろう ね難しいね。で彼が好きでストーカーしてたみたいなんで、まあこれ第5話しか見てないんだけど、大体話としてはだけど、その時にひき逃げを多分目撃しちゃったんだよね。それでそのひき逃げ犯人を捕まえるとしていて、しかも自分が彼女だって言って、その第5話で初めて2人は一夜を共にするの。それで結構彼女はランランなんだよね、ルンルンかルンルンなのが結構で、なんか友達になんかあのついになんかこう一緒になったのみたいなことを言って、それでその時に彼女に魔の手が忍び寄るんだけど、実はそれは彼女がおびき出して、でその刑事を利用して彼を捕まえるっていうところで この会話を終わってたね。その下のあざみくんです、あざみくん、あざみって読むのかそれ。で下のこのなんだっけ、林道源太、これ全部花の名前になってんじゃん。そういうことですね、うん、これは林道でしょ、これゆずでしょ、うん、でツタでしょ、ゆず、あのこれがあざみでしょ、うん、ヒイラギでしょ、全部あれだね、なんかそういう感じの世界観ですか。いやどうなんだろう。これで六角さん演じるこれなんだっけ、ヒイラギの位置って書いてなんて読むのかな、これ彼が、君にはそういえばストーカーがいたんだよ、やっとなんか落ち着いたみたいだから言うけどさっつって、でこのなんだっけ、あざみくんはツタコがストーカーだって知らないから、うん、危ないスタコが襲われるっつんで助けに行こうとしたところにストーカーらしきやつが来るんだけど、実はそれはストーカーじゃなくて、アザミをひき逃げした犯人だった、うん、ということで、ストーカーなのに恋人だと名乗った、ツタコはいよいよどうなのかっていうところで終わりだね。第5話は、まあ、1話しか見てないけど、このだいたい1回見ればわかるよね、テレビドラマ、うん、どうですかこれは、え好きですか、そうでもないかな、もうやっぱりこれ第5話だけだねって感じですね、うん、はい、じゃあ水曜日、はい、パリピ孔明、うん、一話追っかけて見まして、うん、どうでしたか、面白かった、でそのままの勢いで2話も見たんですけど、うん、俺 よく見たら、うん、やっぱね美術がすごい凝ってるっていうか、うん、ね、ちゃんとしてるっていうか、うんうんうん、あんまスカスカじゃないんですよね、うん、あの例えば、うん、観葉植物のちょっと若干枯れ気味なやつが置いてあったり、うん、あなんかそういうのはほんと細かいところに気使ってんなと思って、なんかネットではさ、なんか NHK が作る飛んでるドラマみたいなイメージがある、 あの演出してるのは渋谷秀平さんっつって、うん、結構 NHK のほら星新一の SF ドラマとか、あの例の明智小五郎のちょっととっぴなシュールな明智小五郎とかやってる人なんで、なんとなく NHK が若者に媚びて作るドラマの感じに似てるっていう風になんかネットで言われてる。ただネットでは結構評判良くて、面白い、やっぱり向井理と森山未来の掛け合いと、あの上白石萌歌ちゃんが可愛いっていうのと、あと毎回阿部ちゃんとか、あの菅原小春とか、いろんなこうアーティストが出てきてやるのが面白いっていう。今回森崎ウィンだったね、はい、うん、あの液体飲んで突然声が良くなるのもおかしかったけどね、あれで声でね、うん、あの声優さんがの声が変わってた、ね、うん、声だけ知ってる、あれだって向井理の中国語もあれ違う声優でしょ、あれ、あそうでしょ、うん、でいよいよあれ宮瀬隆美が来週出てくるのかな、うん、うん、若き天才ラッパ、八木莉可子ちゃんも来週ぐらいに出てくるのかな、いや面白いよね、うん、ちょっとだから1話2話続けてみると
設定がほら、うん、似てるじゃない。同じです、ね、ちょっとだから飽きるのかなっていうところで、うん、あれをどう多分だから2話でまあ同じかってなってて、うんうん、3、4で盛り返せるかどうかですかね。そうだね、そこの設定を、うん、だからその毎回毎回ね、うん、対バン張って相手に勝つ、それを孔明が考えるっていうのだけじゃちょっと飽きちゃうね。でいよいよあれでしょ、あの A 子はユニットを組むんだよね。あ、そうか。でこれでそうだそうだ、あの壁対人とこのクオナガミが参加してくんだよね、うんうん、でまたチームになってく。でしかもなんか来週は宮入り表に相談するんだよね、うん、そうするとあんたカバばっかじゃない歌ってんのだからダメなのよみたいなこと言われて、なんかシンガーソングライターになってくのかね、うん、それとも諸葛孔明が曲作るのか僕は原作読んでないから知りませんけど、相変わらずやっぱ森山未来のオーナーが素晴らしいね。超孔明じゃんって毎回言ってます言ってますよね孔明だと思わないもんだって。だって孔明だもん。いやだけど孔明とは思わないから、まあそうだよね、おめえ超孔明なみたいな毎週言うんですね。毎週だって日本語喋ってるからね、うん、それは孔明と孔明なわけないだろだってでも孔明だけどねそう、やっぱりだから向井治、森山未来、上白石萌歌のね、ただやっぱ上白石萌歌のこのなんか歌でこれどうなんだろうっていうのがねちょっとね。でもそれ全然良かったっていう人もいっぱいいらっしゃるんじゃない。いや可愛いのよ、だからキャスティングとしてはいいんだけど、そのこのアマチュアシンガーでみんなだから諸葛孔明初めて聞いて心とろかされて感動するとかそうとはちょっと思えないんだよね。そこがちょっと僕はなんか物足んないんだけどさ。だから私的にはこの、うんね、3回目以降で盛り上がりをもっと作っていけるのかどうかがちょっと分かんないな。なんかほらミーシャとかさ、ドリームズカムトゥルー の, あ, のあれとかアドちゃんとかさ、アドちゃんでいいんだっけぐらいのなんか歌だったらなんか納得できるんだろうさ、ね、いや上白石萌歌いいのよ、歌は雰囲気あっていいと思うんだけど、でもその一発で聴いて圧倒的に感動するシンガーっていう風なタイプではちょっとないと思う。だとしたら代役代案、いやいやだから声だ歌だけアドがやるとかさ、まあ、でもそうするとモカちゃんわざわざキャスティングする意味がないかな。だから本人でできる人って他にいない、まあ、アドちゃんかな。アドちゃんだったらいい。アドちゃんも初の顔出しで。いや顔出しはしないでしょ。いやだからそれをさ、うん、ドラマとして、あそれはすごい顔出てるからね、アドちゃん。あそうなんだ、うん、いろんなところに。そしたらすごい話題にはなる、ね、なるでしょうね、うん、でもアドちゃん演技はできないだろうからね。いや上白石萌歌で演技はいいのよ、ただやっぱ歌がな、やっぱちょっとそのいわゆる一発ですげーっていうシーンが可愛らしい。いやいやだから味は歌って別にほらすごくなくてもいいわけじゃん、うんうん、でもだからすごいタイプのシンガーじゃないとこれどうなんだろうな。だって諸葛孔明がもう感動するわけじゃない、そういう風には聞こえないよなって。竹内さんが歌好きすぎてるからだと、うん、だからだから歌好きすぎ竹内真嗣的には、うん、あの 俺と T さんは全然問題ない。上白石萌歌ちゃんはシンガーとしてはいいシンガーだと思うんだけど、うん、いわゆるその一発感動系ではないと思うんだよね、うん、味のある風合いのある歌を歌う歌手っていう風に僕は思うので、その諸葛孔明が一発ですげえと思うのならミーシャとか、あれドリームズカムトゥルーの情け彼女は、まあいいや別にとかアドちゃんぐらいの声量と歌だったら俺は納得するんだけど、厳しいね歌に関しては、うん、歌だって大好きだそう歌える女優さんってなかなか、いやモカちゃんも一応歌える女優なんだけどね。あそうです、だから、うん、その他で人を感動させられるぐらいの歌を歌える女優さん、一発聞いていやすげえみたいにはならないと思うのよ、モカちゃんの歌は。なかなかならない。いやだからアドちゃんの歌だったらなるよまあそうだけど、演技新時代はだけどこの未来だって演技ができるかどうか分かんない。演技はできないでしょうね、そしたら今回は演技を取ったんですよ。いやもちろんそうだけどさ、でしかも今までカバーしか歌ってないじゃん。まあね、うん、オリジナルが出てくるんですかねやっぱね。いやだから、ね、菅原小春に宮入り表に、あなたはカバーばっかやってっからって来週言われるんだよね、うん、あの美術すごい、まあ、あのなんだっけビビランジのとこはね、うんうん、すごい作り込みがされてるけど、うん、あそこバットランズかと思ったらビビランジねえ、うん、ま
まあ、まさしくね、うん、だけどさすがにライブの人はちょっと足りてないね。まあね、うん、だってあれ昼だからまだあれ本格的じゃないでしょ。まあ、今度でもサマソニーでじゃあ何万人って出てくるのかな。まあ、出てくるんでしょうね。サマーソニック的なサマーソニアで、うんうんうん、1万人を超える同イベントですからね、うんうん、島田久作さんがこそこそってしゃべところどころ英語だったけどね、うん、おかしかったね。あの女性もなんか元モデルで結構出られてるんですよね。そう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 、うん、あれ意外にあの5人で来て後ろ2人がなんかうろうろ動いてるのが変だ。なんだお前緑 T シャツ何動いてんだ。あとあのファン1号は誰がやってんのあれ。あ、うん、スパイでしょ、うん、スパイやったのはね、なんとかさんって。じゃあわかんねえだろうね。本当にいい加減な、うん、ネットで出ててびっくりみたいな。誰だったのあれ。メガネかけて紛争してるか分かんなかったんだけどさ、誰だったんだろう。まあいいや、後でそれを。ということで、でもパリピコミは今のところ楽しく見てますね、うん、まあだからあれだね、こたつをオンタイムで見て、これを TVer で見る方が気分的には楽かなって感じがするよね。ただな、私の一番最初の友達、最悪な友達も今ぶつかってっから早く終わってくんねえかなと思ってんだけどさ。しかも水曜日なのであれですよね。何収録が木曜日じゃないですか。ああ、そうだから TVer で見るにもその日に見なきゃあんないからね。佐藤さん朝見りゃいいけどね。俺は朝見ますね、うん、あと4時に起きるんだもんね。あれ孔明の煙はどうやって出してるんですかね。いや、ドライアイスじゃない。ドライアイスの煙あれ、うん、なんかすごいうまく出てんなと思って、うん、ね。しかもほら途中でさ、あの森崎ウィン君が拾ってさ、ポコンと刺すじゃない、うん、あの時はだから何にも入れてないからポコンとはまるじゃない、うん、ああいうとこなかなかうまいな。うまいよね、うん、いや、ほんと細かいとこはね、やっぱりよく作り込んで。3メートルあるんでしょ、だって諸葛孔明ってこの漫画の中。いや、そうなんだ、ね、まあ3メートルはだからないと思うんだけど、いや、この頭まで入れてね、うんうん、3メートルはないよね、どう考えても。でも、なんかすごい高いもんね。楽しいですね、うん、いや、しかもこれ向井さんもやっぱりキャスティングしたのうまいよね。そうだね、他にちょっといないもんな、ね、あとやっぱり森山未来のキャスティングが素晴らしいと思う。森山未来さん素晴らしいね。この二人の家系だけでも超面白いよね、楽しいね、見ててね、うんうん、孔明じゃないと思って超孔明じゃんっていうのが楽しいんだよね。だって孔明とは思ってないもんな。こいつ何者だろうと思ってると思う。ついに俺も孔明を部下にしたかみたいに言ってた。いやいや、孔明だから。おかしいね、これ。いや、面白いと思いますよ、うん、でもほら、孔明頭いいからスマホで全部なんかどんどん学習能力がね、うん、あとなんかネットにこれも書いてたんだけど、うん、向井さんって大学時代バーでアルバイトしたらしい。あ、そうなんだ、だからあのそう振るのがうまいんだ、うん、シェイカーとか、一旦についてたよね。いや、すごかったもん、うん、トム・クルーズかと。カクテル。いや、ほんとうまくて、結構大学時代バーでアルバイトした人結構いっぱいいるんだけど、なんか向井さんは店長にお前このまま、うん、やればみたいに言われたらしい。やなくてよかったね。いや、そりゃそうでしょ。大スターだし。大スターです、うん、でもこれまた新しいね、なんかあの当たり役つかめてよかったよね。そうですね、うん、はい、じゃあということで、なかなか楽しい。はい、じゃあ次、推しが上司になりました、うん、これ楽しかったね、結構。これ楽しかったです。結構くだらないけど、いや、面白かった、結構。あの、一瞬、なんか、そのまま言っちゃってまた巣に帰るの繰り返しでした。鈴木愛理がね、あれおかしかったよ。目がこう、ぐるんぐるんな、ツンツンデレデレな感じで、よかったよ。なんかファンだから全部分かってるのが面白いですよね。あの時のなんとかのコンサートもなんとかでなんとかでやったあれみたいなもんじゃないです。でもそれはバレるけどね、普通そこまで言えば。いや、でもあれ言ってないんでしょ。何をって言えないしな。あ、そうだ、別にもそうだった、そうだった、それ言った気分だ。私も言った気分だ。そう言ってないんだ。そうだ、素に戻る。言ったらバレるなって言ったらバレるしな、うん、みたいな、ね、そうだから、まあ、推しとしてね、こう陰ながら支えないといけないっていうのが、うん、彼女の中であるから。そうまあでもこれはくっつくってことですね、うん、だってくっつくとしか思えないじゃん。よかったよかった、うん、いや面白かった。徳重さんも踊ってたね。最後ね、
なんかこういうのってちょっと面白くないパターンもあるよね。そうそう、まあ、いかにもくだらない、くだらなくてくだらない、うん、これはくだらなくて結構面白かった。そう、意外と見たら面白くて、うん、しかもやっぱり鈴木愛理と片寄涼太もなんか役に合ってて、なんかいいですよね、うん、あと徳重さんが締めてるのがなんか良かったね、やっぱり、うん、部長がそう言ってんだからみんなってね、言ってた、ね、これでもこのテンションでずっとやるんですやるでしょうね、うん、いやほら、一人面白くないやついるじゃん、うんうん、彼も最後は回収されるどうなんだろうねなんかするかもよ、あいつがなんか、うん、なんかしそう、うん、バラすんじゃない途中で、あ実はこいつは 2.5 次元で舞台やってたんだ、うん、そんなイギリスで研修なんかして、イギリスだっけ研修した、海外だって言ってましたね、うん、してねえぞみたいなね、だからどうだって言うのみたいな話になるんじゃないかと。でもなんかこれも楽しく見られていいなと思った、うん、意外と面白い、うん、意外と面白かったじゃあ次これ見たんですか。初めて沼男と沼男女見てみました。誰が出てたか。今回はね、なんだっけ、山口なんとかさんかな、なんだっけ、勝手にその感じ、水谷香穂さんかがヒロインで、何の沼だったんですか。推し沼、ね、アイドル推しで、うん、そこでなんか可愛い男の子に出会って告白されて、うん、いやでも私推しがいるしみたいな、じゃあ僕があなたの推しになりますっつって、で一緒に推し活やるのよ誰だっけ、結構可愛かったけどね彼、あこの子かな、この子です、大倉ん、倉倉なんとか空とくん、これなんだっけグループ、このグループみんな原因は自分にあるでしょ、原因は自分にあるか、うん、そのうちの一人の子だと思うんだけど、二人の子か、で一人がアイドルをやって、一人がその推し活を一緒にやる子、アシスタントディレクターなんだよね。でもともとその AD でなんかこうあれだよね、あのサイン会か握手会かなんかのところにいると今の女の子を見初めるんだよね。いやでもあのもう見ないと思うけど、別に面白かったですけど普通に、うん、あんまり俺推しとかやったことないからわかんないし、わかんないです。あ、そっか、でももう今日これで終わりでした。いや、もう一回じゃないかな。あれ？でも12日から、うん、来週から、あ、もう違うんだ。君に届けです。じゃあこれで最終回かな。うんうん、終わりですね、うん。ヒロインもね、最後かもしれない。5人目か、うん。じゃあ、エンドラですかね。エンドラですね。はい、私の一番最悪な友達。今週はあの、普通のドラマがないので、うん、頑張って月火水と見ましたよ、うん、だから27話まで見ました、うん、で蛍ちゃんはだからやっぱり鍵谷美晴を模してね、うん、美少堂に入ったんだけど、うん、で頑張ってたんだけど3年経ったところでリンクマちゃんが私はちょっと詐称して入ったからっつって、うん、辞めるみたいなことを言って辞めてって、で蛍ちゃんが企画していたシャンプーが、うん、蛍ちゃんが天然素材にこだわったことで、原田泰造演じる木下部長にじゃあ今回はちょっとこれは見送りだなって、うん、亡くなっちゃったことでちょっと一回休んでいいですかって言って、うん、お家に今帰ってきたところでね、うん、で大学時代就活で毎日のように通っていたクリーニング屋の、市川美香子さん演じる東さんのところを訪ねて話してると、鍵谷美晴がなぜか東さとみのところでアルバイトしてて、で、まあ、会社を一旦休むにあたって付き合っていた相沢健人君に一旦距離を置きたいって言ったんだけど、相沢健人君が一回話そうよってことになって、それを東さんと鍵谷美晴に相談したら、じゃあうちで合コンやりましょうってことになって、え合コン、うん、あの昆虫の格好をしてみんなでお話をする、合同昆虫会、略して合コンみたいなことで、で相沢君もカマキリのマスクをかぶせられて合コンするんですよそれなんかあの人みたいじゃないですか、うん、カマキリの人みたいじゃなくて、あのセクハラパワーでしたね。そう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 、で蛍ちゃんはテントウムシ、うん、鍵谷美晴は、鍵谷美晴は何だったっけな、ちょっと忘れたけど、東さとみさん忘れちゃったほんないちいち昆虫まで覚えてないよというところで終わったね、うん、今日がだから第28話、
で、来週で終わりなのかな、これ再来週かな、もうだって第28回までやってるからね、どういう落着させるんですかね。まあ、ホタルがだから新たな、道を見つけて終わるんじゃないのかな。ほんで、相沢君と戻るのか、実は倉優輝君とまた付き合うとか、あ、付き合ってないんだけどね、二人は友達なんだけど、ちょっとまだ分かんないね。あと鍵谷美晴とどうなるのか、まあ、これで高橋あかりちゃんも NHK に気に入られるって感じですか、そうだね、きっと囲うんじゃないかな。まあ、牧田寿司はね、ずっと囲われてるから、多分次の次の次の次ぐらいのなんか朝の連続テレビ小説の主演とか、牧田寿司は絶対やるんじゃないかと思うけどね、なんかあれだもんね、ブギュギに多分この後話すんだろうけど、ブギュギの彼女も4回ぐらいオーディション落ちてんだよね。シュリさん、シュリさんも、そんな落ちてんの。シュリさんって加藤君と一緒に劇団やってたんだよ、オーストラマコンドに一時期だけいたんだよね、結構シュリさんもいろんな小さな劇団とかいろいろやって、一時期だからあれのほら後藤竹春さんと、あの加藤君とオーストラマコンド一緒にやってた時期もあるんだよ。サラブレッド何の？サラブレッドって本人は絶対名乗らないから、あ、やっぱりそうしない、シュリって名前も、もう自力、あ、だからもう連想させたくないわけですね、多分だから、一切そういうのは水谷シュリとかは嫌なんです、絶対ないでしょ伊藤シュリも嫌なんです、ね、ないでしょ、それは相棒にも出ないですね。相棒はこれからは出るかもわかんないけど、でもお父さんが嫌なんじゃない、偉いね、でもね、偉いよ、だってもともと彼女はバレリーナ目指して、ああ足って、そう、イギリスに、だって中学か高校の時にイギリスに留学してたんだよ、それでなんか足怪我してもう踊れない、あの普通には踊れると思うけど、前のようには踊れない、だからスポーツ選手と一緒ですよね、アスリートと一緒ですよ、バレリーナの方はね、そうやって大怪我される方もいますよね。この間もほらダンサーインパリス、あれも同じ話だけどね、彼女はだからあのいわゆるモダンダンスじゃなくて、なんていうの、あの何ダンスって言うんだっけ、コンテンポラリーに移るんだけど、まあ、シュリちゃんはだから戻れないってことで、多分なんか途中で演技に目覚めたんでしょうね、きっと。まあパフォーマンスは一緒だからね。なんか全く関係ない話になりましたね。だね何の話したんだっけ、もともと。いや、ブギウギの話からシュリになっちゃって、あ、ブギウギの話するんでしょ、でそう、まあでも俺、まあいいや、先に何、ブギウギよりも先に何か話したいの。ブギウギはね、ごめんなさい、ちょっと1回、初回しか見られなくて、ちょっと見逃してますが、まあでもそんな重くないんで、スタートが、軽く見られそうな気がする。笠木静子って見たことある、テレビで。なんかそれこそもう録画っていうか、そのテレビ内録画とかでしか、そうなんだ、生で歌ってらっしゃったのかな。いや、歌ってたよ、俺見てたもんだって。あ、そうか、笠木静子、例えばそれ場所は、歌う場は、いや、だから NHK の番組とか歌番組とか。紅白には出てないでしょ。紅白に出てない。また我々が見てた頃には、いや、出てたと思う。あ、そうなん、もうでも卒業したのかな、笠木静子は。でもあのコメントもいただいてますけど、やっぱ宇野昌平さんと岡部隆史さんがおかしくて、あと長木たけしさんとか。誰長木たけしさんと。あ、長木さんも出てんだね。そうそう、占い師とかがなんか、脇役の人たちが癖ありすぎて面白い。相変わらずすごいね。まあまあ、NHK の連ドラですから。すごい。森永くんも出てんだんですよ。橋本潤も出てる。大体出るよ、これ。いや、出るよね。ジャルジャルは2人して出てんだ。まああとね、菊池凛子さんがね、これ何の役なの、何の役でしょうね。東京の人々ってなってるから、マネージャーとかの、いや違う、先輩か、誰なんだろう、これモデルがいるね、きっと多分。だって草薙さんなんかマネージャーっぽいじゃないですか。これ誰だろう、事務所の社長。いや、違うでしょ、事務所の社長。これ作曲家じゃない、作曲家か、だから彼じゃないの、だからあの有名な作曲家、はいはいはい、服部さん、服部さんじゃない、ああそうかもしれない、だから多分この律子もさ、凛子さんやってる律子も、この格好見るとこれ歌い手でしょ。そうでしょうね、先輩かな、じゃなんか浅岡瑠璃子にも見えるけど、浅岡瑠璃子なわけはないけどね、誰だろうこれ、歌い手、ということでブギウギが始まっておりますが、ブギウギね、見てみたいんだけどね、なかなか見られないんだよね、時間帯、で、あまちゃんがいよいよ最終回で、ああやっと、ああやっと終わりました。ああって、やっと終わりました。まあ最後は、あの、詳細のメモリーズ復活して、それで、
2人でね、うん、ゆいちゃんと、アキが歌って、うん、でそれをまたメドレーであの鈴鹿ひろみと、うん、あの夏子がの小泉京子さん春子だ、ごめんなさい、小泉京子の春子夏子って誰だろうと思っちゃった今、うん、夏バッパでした、うん、まあいいやがメドレーで歌って、うん、で最後あの最後ねちょっとネタバレがあるんで、うん、他の映画と映画のネタバレになっちゃうっていうかね、怪物見てない人ネタ、怪物のネタバレ近くなるんですけど、それはまずくないですか、怪物だから見ないでください。いやそれはまずくないですか、だからねすごいねラストシーンに近いところに似てたんですよ、っていうのはゆいちゃんは、うん、あの震災あった瞬間にトンネルの中で閉じ込められてるって列車の中でね、うん、でだからちょっとそのそこになんかやっぱりトラウマみたいになってたのが、うん、その最後お座敷列車で2人で歌った後に、うん、あそこまで走ってこうっつって2人で走ってくんですよ、うん、それがあのそれわざわざ別に怪物言う必要ないんじゃないの、でもねすごいなんかねシンクロしてて、ほらあーって T さんあーいや言ったとしても別に言う必要ないんじゃないの、だから、ね、個人的にすごい感じちゃって、いやこれが後だったらね言ってもいいかもしれないけど、うん、これは先ですもん、うん、必要ないよ、インスパイアされたのかな、うん、まあ可能性はあるかもわかんないけどね、でもそんな映画いっぱいあるっちゃある、ね、ね、で、あのあすごい良かったっていうか、なんかあなるほどと思ったのは、うん、終わってから最初のオープニングテーマが流れたんですよ、じゃらっちゃっちゃっていうのが、うん、あれにこうちょっとずつ映像が重なってってっていう、ね、うんうん、あれがなんかすごい終わりがまたすごい感じで、なるほど、やっぱうまいなと思って楽しく、まあこれオンタイムで見た人は楽しかったでしょうね、楽しかったですね、だからもう本当にその時にリアルタイムで見てたら竹内さんの知らないオンタイムで見てたら楽しかったかな、楽しかったでしょうね、あとその竹内さんほら歌好きだからし、うん、そうだね、これ芸能界の話じゃないですか、まあ、当時もほらアマちゃんロスってすごいいっぱい言われたもんね、うん、ネット上とかでね、だから本当にこういうアイドル、うんうん、まあの歌とかが好きな人はたまんなかったと思いますよ、うん、これはちなみにモデル淡谷のり子さんだ、あ、淡谷のり子さんなんだ、淡谷のり子さんは見てました、それはやっぱ服部先生だったの、うん、そうですね、服部良一さん、そうなんだ、ほらほらね、言った通りでしょ、そうですね、あなた何言ってんのよ青森でしたっけ、淡谷さんどうだったかな、そうかな、うん、で、その後で満腹が決まってまして、うん、満腹は何話まで見たの、ね、3話までかな、うんうん、で、まだじゃあまだ巡り合ってないんだ、そうそうそう、うん、いや、ちょっとでもあれですね、もう工場に行き始めたの、いや、まだ全然行ってない、うん、あの要は福子が、うん、あのホテルに就職して最初電話交換して全然うまくできなくて、立花の電話の取り次ぎ失敗したりして、うんうん、でもその外国人の方に取り付いた時にちょっと英語で喋って英語が喋るってことをホテル の上司に認識されて、じゃあお前フロントに立てってなって、え私でいいんですかって、なんでだって、いやフロントは美人の人がやる仕事だと思ってたんですけどとか、いいよね、それででもいや君は英語も喋れるし愛想もいいからぜひって言って、でフロントに立ったら今度ニコニコして笑顔、そこまで笑わなくていいから笑いすぎたからみたいな、なかなかもう安藤サクラさんも炸裂してますよ、炸裂してるね、うん、素晴らしいよね、でもその俺ちょっとなんか松坂慶子さんのお母さんが、うん、お姉ちゃんの結婚に反対 してるがためにお腹が痛いってずっと言ってるっていう、うん、病院にいたらいや病院には行きたくないとか、あれ何で隠れてサバ缶食ってる、そう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 私はお腹空かないから何も食べないわって言ってるくせにね、あのさくらちゃんが持ち帰ってくる缶詰ホテルでもらったね、全部食べちゃったのなんつっておかしいよねあれしどろもどろ、うん、おかしいよ、ね、でも結局結婚許してるのと、なんで松坂慶子、内田有紀、松下奈緒っていうさ、ね、すごいよ、三女がさくらなのかよくわかんない、うん、ちょっとお一人だけ顔立ちが違う、顔立ちが違う、でもなんかバッドランズとか見るとなんか綺麗になったよね、チャーミングだし、でその立花、長谷川さん演じる立花が開発したなんか、うん、あの
スライド映写機みたいなのを結婚式、うんうんうん、お姉ちゃんの結婚式を使って、うんうん、そうそうもうそこまでやったんだ。そう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 。でももうあっという間にだから3話でそこまで、うん、3話でそこまで行ったわけ。確かに、うん、っていう感じで、まあ安藤サクラさん見てるだけで楽しいですね、うん、そういえば前熊くんが NHK 出始めたのこれだね。あ、これなんだ、うん、あとちなみに菅田将暉も後で出てくるし、キャストはすごいですよやっぱり相変わらず、ね、うん、なるほど、うん、なかなかあの片岡愛之助がいいんだよねこれ。そうそう、片岡愛之助アドバイスしてんだけどね、はい、そんなタダで貸しちゃダメだろうかなんか言っててね、ちゃんと金取れって言ってさ、うん、それでなんかお礼にっつってさくらちゃんが渡そうとしたら、いやそれは意味はないんですって、こっちも感動してよかったです、うん、岸由紀乃さんも出るんですね。そうそうそう、由紀乃ちゃんがあれよ、かなりあのノーメイクに近いナチュラルメイクで、その時6かなんかで女子高生の役で出るんだけど、みんなが本当に女子高生に見えるみたい最初言ってた。それであのなんだっけ、立花万平の部下たちみんなに気に入られちゃって、うん、すみません個人的には、うん、あのブギウギより満腹の方が面白い。あ、そう、まあ、そう前回と同じですね。アマちゃんの方がランマンより面白いっていうね。なるほど、なんか再放送の方を楽しんじゃってる。まあ、わかんないでもない、ね、まあね、うん、ということで、今週のドラマ、まあ、来週からどんどんまた始まるんですね、うん、新ドラマ。そうだね、はい、はい、ということで、はい、本日は今週のドラマについて語ってまいりました、はい、どうもありがとうございました。